1月6日、おはようございます。今日も最高の一日にします。6時、マック行ってきます。一日、成長できたか。よっしゃ。終わりました。8時5分。一旦終わります。今日は曇りですね。ヨガに行きます。今日はちょっと曇りだから。いつもチャリで行ってるんですけど。曇りだからちょっと雨降りそうなんで、電車で行くしかないかな。ヨガ行ってきました。最高です。雪が降りそうらしいんで早めに帰ります。会議終わりました。最高の一日にします。やばい、雪降ってる。この間ジムの鍵をなくしてしまったので契約をしにジムに向かいます。12時15分です。めっちゃ雪が降ってます。無事カードキーをゲットできて明日から筋トレに行きます。めちゃくちゃ雪が降ってます。今からセッションあります。始めます。12時57分です。リング終わりました。最高でした。思ってる以上に雪降ってたわ。セッション終わってカフェ行きます。帰ります。仕事9時14分仕事をします。終わりました。シャワー浴びます。今日も最高の一日でした。明日も最高の一日になります。おやすみなさい。